Hello, Screen。いいですよ。MV スタート。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は岐阜県可児市にございますラッキープラザ1010可児店さんにやってまいりました。とにかくかなり機種数が多い中で、特に設置台数が1台2台3台4台と4台以下のこうバラエティの機種なんかもですねかなり動いておりまして、で小台数の機種もしっかりうまく使われているお店ですので、まあ、今日はですね寝台もいいんですけれども、ちょっとこう設置台数少なめのバラエティなんか見ながら、ちょっと今街道日記の流れも悪いので、ここもリズムを変えれるような実践ができたらなと思います。一応狙いはですねいくつか絞っておりますので、朝先着入場となりますが、ここは連敗阻止となるように結果を求めていきたいと思います。それでは審査の街道日記第712話よろしくお願いいたします。よっしゃ行くぞ。おはようございます、よろしくお願いします。さあやってきました。おはようございます。おはよう、あいて、おはようございます。おはようございます。よし、インスピレーション、インスピレーション。番長3いいやん。番長3、番長3いいんじゃない。ミサオパネルかな。番長3いきます。はい、前回前々回と正宗では悔しい結果に終わってしまいましたので、それなら番長3でどうだという感じで、正宗2のリベンジを番長3で、ちょっとここは大都さんつながりでいきたいと思います。よろしくお願いします。実は番長3導入直後に何度か打ってるんですけど、こうやって朝から打つのは久しぶりになりますね。さあ、うん、前回の711話は、お、3回目のベル、対決カウンター早い段階で対決いくかな。前回正宗2は当たりは割と順調だったんですけど、結果 ART を伸ばせずに負けてしまったという感じの実戦でしたね。でこちらも同じくですね、やはり当たりがあっても頂きジャーニーが1セット2セットとなってしまえば苦しくなるので、今日はもう少ないあたりでいいので、できれば番長ボーナスいただきジャーニーのストックをしっかり迎えて、少ないあたり早い段階で今日はある程度のプラス出したいですね。さあ対決カウンター7回目のベルまで引いてカウント7となってます。そうだ、リセットかかってれば朝一ね、可能性は低いですが、さあ最初のバトルで勝利となれば後継武器にも期待したい対決です。41ゲーム、ノリオバドミントンか。なかなか僕は最初の対決で勝利というのはないんですよね。だね、ちょっと今日は気長に待ちますとは言いたくないんですよ。もう気長には待てない。見ました、今のレバーオンシュート見せかけて下から叩くっていう高度なテクニックですよ。ツバメ外傷でも名付けますか。いや、もっとかっこいい名前にしてください。恋の滝登り。
恋の滝登り、恋の滝登り、恋の滝登り。さて、ベル回数はこれで朝から127回となりました。これで128回目。据え置きっぽいですね。おお、びっくりした。何、いきなり びっくりしました。天井か、天井か。俺の歴史にまた1ページ。長かったですけど、ようやくこれで当たりとなります。まあ、この弁当箱は関係ないですね。まだ当たってないですけど、当たるでしょ、さすがに。外れたらびっくりするレベルですよ。ゲーム数は895ゲームかかってしまいました。総投資は1050枚。まあ、よく回ってくれましたけどね。さあ、何枚取り返せるでしょうか。はい、やっと始まりました。ちなみにこちら1列番長3並んでますが、当たってないのはこの台だけでしたね、ここまでね。一番遅い当たりとなりました。それだけにロングエアルティに期待しますよ、一発目から。誰だ、さっきセットのセットチャンス、いいですよ。 MB スタート。続いた、あ、リプレイか、勝って、残念。チャンス目、さあ再びここはセットのセットチャンス。誰だった、ピッ、さあ上乗せチャンス。はい、いただきジャーニー上乗せです。単発は回避。まずは1セットの上乗せに成功ですね。よしよし、こっからだ、こっから。たまりはしましたが、1050枚、大した枚数じゃないですからね、まだね。いけるいけるいけるよ。番長ボーナス引けませんでしたが、ここは1セット上乗せに成功して継続となります。さっきです、いい感じで対決までは行ってくれています。変更はやめて、 MB チャンス。おお、ここは当てたいっすね。さあ、なんだ、やっぱり厳しいな、メンコ。レアく引かないとね。結局2セット目、何度かバトルありましたが、上乗せはできず、3セット目としてなるでしょうか。
184枚か、残念な頂きジャーニーでした。2セット終了です。あーどうしようかな、移動するとしてもな、結構難しい勝負になりますよ。もう大丈夫じゃなくなってきた。1500枚、上等だよ。負けです。おー、これはさすがに行ってくほしいよ、夕方だもんね。そしてもう583ゲームですもんね。なかなかね、この夕方ステージでポン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 チェリーなんか引いてきたんですけど、全然 ART 以降は対決行ってくれなくて、まだ586ゲーム回して対決発展1回だけですよ。ひどか、あ、ありそうですね。誰だろう、誰でしょう。こんにちは。うん、あるある。ここですかね。よし、当てるぞ。なんでこうなったんだろう。なんかハーデスって7000枚出したじゃないですか。すごい嬉しかったんですけど、あそこをきっかけに悪くなったような気もしますね。あんまり大きく出したらやっぱ来ないのかな。マダラですね。さすがにね、ここはもう当てんといかんでしょう。マダラとの大相撲勝負。あ、4ゲーム行ってくれたぜ。619ゲームはい、さあ2回目のいただきジャーニーです。総投資は現在1550枚です。よしよし、 OK、 いいんですよ、出せばいいんだ、こっから。ただこの ART 後はもう通常ゲームさすがに終えないです。ここが番長3との勝負になります。がもんですかね。117枚です。終了。お手上げです。やめます。ちょっとひどい内容が。1550枚ですね、投資は。厳しいですね。番長で一気に1500枚か。もう追う理由が全くないですもん。だからやめますけどね。2消し目どうしよう。まあ行ったな。ちょっとお昼寝していいかな、ここで。ちょっと一回周り見ましょうかね。いやー、なんかすごい短い時間に一気に土地広げてしまったな。もったいないな、1550枚。あ、いかがですか。いや、もうデータとか関係ないです。データとか関係ない、当たるまで回して出せばいい。結構ね、化け物語は本当にこう土壇場で逆転の目を作ってくれたりとか、劇的な展開になることがこれまで
何度かあったんですよ。で最近打ってなかったでしょ。今日打ちます。まあ勝ちますわな。移動します。持ち込んで。いやー、多分番長3も最初の当たりは天井だったと思います。化け物語も最初の当たりは天井ですね。これでゲーム数は999ゲーム超えて1000ゲームとなりました。天井ゲーム数到達なのでようやくここでハッピータイムとなります。総投資は60本、2820枚の投資に対してここからのハッピータイムで何枚取り返せるか。はい、ちょっとひどい内容ですね。よし、いきます。で、天井到達なので売買チャンスが1個ついてきます。投資は大きくなって大きくハマって迎えたエッジなんですけど、それでもハッピータイムに入ると楽しいなっていう気持ちになってしまいますね。さあ行きます、バイバイチャンス。配当は5倍、普通ですね。いきなり超バイバイとかエクストラとか欲しいですね。失敗ばっかり。35枚って左、あっけなさすぎる終わり方ですね。226枚、ここですよ。3ゲームあります。まだ非常に残念な結果でございました。ちょっともうこれ以上 AT 機今日は終えません、本当に情けない内容で申し訳ないですけど取り返しに行きたいと思います。ありがとうございました。はい、総投資60本、ちょっともう今日はなすすべなしという感じで、残り持ちコインで花火打ちます。280ゲームからです。なんか悲しいよね、悔しいを通り過ぎて。こうなるともう気持ち的にはなんでこうなったんだろうとかじゃなくて、よし、もう明日だ、明日、明日どうしよう、何打とう。多分明日座れたらミリオンゴッド神々の凱旋、アナザーゴッドハーデス、バジリスク絆、ART 機でいうとセイントセイヤ、抽選入場ですけど多分そのどれかには座れるでしょう。おう、持ちコインでの当たりになります。あ、レギュラーですね。294ゲームプライベートなら150枚ぐらいの持ちコインは交換してます。もしくはその辺にばらまいて帰ってます。冗談です。
まあチェリーですけどね。3連花火はちょっとねドキッとしますよね。お、当たった、当たってた、チェリーで当たってた、当たってないかと思った。よし、さあこれでやっとビッグボーナス61ゲーム。早いぞボーナス。なんやかんや花火ではマイナスをちょっと減らしてます。68ゲーム。139分の1ですよ、合成。18歳ぐらいの時にこう打つ台打つ台、初めての台が多くて、これもすごいあれもすごいって思いながら、スロットってすごいなって思ったんですよね。その頃に戻りたい。ああって、あのねドキドキしながら打つ感覚、お店に着いて駐車場の車から降りて、帰りの車の中ではどんなこと考えてるんだろうって思いながらね。やばっ、ボーナスめちゃめちゃきますよ。いいですね、53ゲーム。今日の最高獲得枚数、またかよ。 ARTQ 打って ATQ 打って最高獲得枚数花火300枚出せてないんだよ。箱にメダルを入れるのはノーマルタイプなんだよ。今日負けましたね。いや、朝起きた時から今日ちょっとおかしいなって思ったんですよ、実は。まあ内容もひどかったですけど、朝起きた瞬間に、あ、今日はちょっとまずいって思いました、正直。そんな日あるんですよ。2017年通して今年一番のマイナスが今日です。言っときます。明日からもう3000枚は使いません。3000枚使いません。ここぞという時は使うかもしれません。2500枚マイナスで、アナザーゴッドハーデスの1200とかが空いてたらあと500枚は追加しますけど、今日一番の負けです。でもマイナスは3000枚切りますから、その時は。何の話ですかこれは。次回の街道日記はハーデスでの大勝利以降今日続きのシーサ、何としても連敗を止めるべく向かう先は。次回シーサの街道日記第713話、負けられない。次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。